動画のご視聴ありがとうございます。夢咲みむです。逆転裁判2続きからやっていきましょう。ということで今回はおばちゃんの証言からだったよね。おばちゃんの証言の続きからこの顔からか、霧のいいところから再開したかったんだけど、めちゃくちゃ証言中だね今ね。今回はねめいちゃんじゃなくみつるぎ相手ですが、頑張っていこうと思います。そこの大トロったらさ、ひでえ男なんだよ。イサオちゃんをスキャンダルでダメにしようなんて考えてさ、そのために自分のマネージャーをイサオちゃんにくっつけたんだよ。ここは一つおばちゃんが立ち上がるしかないでしょ。あ、この話極秘だよ。まだ誰にも知られてないんだからね。結構みんな知ってると思う。あの記事出てるからね。とおばちゃんが極秘情報で話してくれたのがきっとこれのことなんだよね。この忍者なんじゃ深夜の密会、大トロさんのマネージャーのキリオさんが、イサオさんと熱愛関係にあったっていうスクープ、この話を、おばちゃんがどこかで知って、すいません、くしゃみしました。最近冬だからくしゃみ率が多いんだよね。実況中も何回かくしゃみしてる気がする。まあ、なので今回は多分この記事というかキリオさんの話が結構進むんじゃないかなって思ってます。はい、裁判長も前回の法廷であの記事は読んだよね。今鼻かんだからすごい鼻声出した、すいません。被告人がマネージャーを、なんか白々しい話ですね。なんだい、偉い人も言ってるだろ。真実とはやや白々しいものであるってさ。聞いたことないぞな、誰が言ったんだろうな。三剣賢治、神谷キリオさんのことは一応調査はしているが、この記事が事実であるという確証は存在しない。ふむ、しかしもしこれが本当ならば、被告人の被害者に対する悪意を立証する証拠になりますな。あの噂をぶち壊すだな、ぶち壊そう、必要があるわけが。時々言葉遣い荒くなるな。なるほど、ではなるほど君、尋問をお願いします。あー、千尋さん安心感、気をつけて。おばさまは今かなりエキサイトしているわ。そうだよ、クソ野郎なんだあの大トロってやつは。聞こえるんだ。千尋さんそんなでかい声で言ったんかな。小さい声で言ったと思うんだけどな。どちらかというとあのおばちゃんに対抗するためにはこっちもエキサイトしてぶつかるしかない。エキサイト対エキサイト、じゃあエキサイトしていこうか。尋問開始、極秘の情報。はい、エキサイトしたいと。あー、ちょっと待って、意外と減ってるな、ライフ。セーブ、あ、違う。はい、セーブしました。じゃあ揺さぶろうか。ひで男、待った、エキサイトしてく。根拠もなくそんなこと言われては困ります。エキサイトしてんな。あの女がイサオちゃんに近づいてたのは事実でしょ。これ書いてあるじゃないのさ、マネージャーの KK 嬢って。でもその雑誌タイトルがゴシップランドですよ。なんだい、ゴシップは一つ残らず嘘だっていうのかい。じゃあなんだ、ニュースは一つ残らず本当のことだとあんたは誓えるのかい。え、まったく、ニュースとゴシップ差別するんじゃないよ。差別はよくありませんね弁護人。なんでそうなるんだよ。差別してたのか僕。ニュースの方が真実が多いだけで全部が全部真実とは限らないし、ゴシップもデマが多いだけで全部が全部デマとは限らない。まあ割合の話だよな。とにかく許せないのは大トロだよ大トロ。まあとにかくおばちゃんは大トロが許せないと。また、まあ、イサオちゃんのファンなんだもんな。スキャンダルというのは。やだねこの子は、スキャンダルも知らないのかい。まったく、最近の中学校じゃ何を教えてるんだろうね。中学校でスキャンダル教えねえだろ。いやいや、スキャンダルの意味を聞いてるんじゃないですよ。大トロはね、人気を独り占めしようとしたんだよ。独り占めしようとした、そのために自分のマネージャーを、また、まあ、消しかけたと。大トロさんがそんなことをしたという証拠はありません。さっきから聞いてりゃ、証拠証拠ってさ。あんた証拠がなきゃ何にもできないのかい。裁判だからね、何にもできないんだけど。そういう場だからしゃあないな。じゃあ聞こうじゃないか。大トロがイサオちゃんに悪さをしなかった証拠はあるのかい。え、大トロがイサオちゃんに悪さをしなかった証拠、どういう証拠だよそれ。なくね、すいません謝ります。証拠はありません。ほれ見たことか。いいかい、言うだけならただなんだ。おばちゃん言いたい放題言いかせてもらいますよ。急になんかキャラ変したね。その言いかせてもらいますよって、まいったな。ま、そういうわけだからさ。そういうわけだから、今のって謝ったの、ごめんなさい言ってなくない。まあ、いっか、また謝ったってことならいいか。立ち上がるというのはだからさ、決定的な現場を押さえてやるわけよ。あの不埒な女がイサオちゃんの控室から出てきたら、とっ捕まえてお仕置きよ、お仕置き、お仕置き。この体に悪そうなビーム食らわしてやるのさ。いや、体に悪そうなビームやめなさい本当に。裁判所の言う通りでやめなさい。
でも自分がこれボタンを押さない限りはやめないけどね、おばちゃん。じゃあ実質共犯者だな、おばちゃんの。はい、やめます。いいか、それ何なんだよ本当に、そのビームは。ま、結局あの女は出てこなかったけどね。ま、出てこなかったと。で、極秘だよ、待った。ちょっと待ってください。なんだい、おばちゃん忙しいんだよ。ここに来てて忙しいも何もあるか。誰も知らない極秘情報。ダン、どうしておばちゃんが知ってるんですか。え、そりゃあんた、おばちゃんプロだし。お、何かあるか。秘密だよ、そんな目で見たって教えるもんかい。おばちゃんがあの情報をどこから入手したのか。うわ、さらに揺さぶってみる。とりあえずちょっとセーブ。一旦さらに揺さぶろう。はい、おばちゃんがどこから情報を入手したか言わなきゃいつまで経っても帰れませんよ。うー、こら、何やってんのみっちゃん。こらじゃないよ、おばちゃん。みっちゃん出番だよ。大丈夫だよみっちゃん。てかみっちゃん全然意義ありしてこなかったね。ずっとボケーってしてたんかな今まで。え、なんだろうか、なんだろうか、ね、寝てんのかな。みつぎもう飽きて寝ちゃってんのかな、なんだろうか。いや、ちょっとぐらいなんか言えよ。まあつってもこの状況で振られても困るだろうけど、チキーンと決めてやってよ、おばちゃんのためにさ。ふ、やむをえない。あ、やってくれるんだ、優しい。やむをえないな。言った言ったよ、意義あり。しかもこの画面で意義あり初めて見たかもしんねえ。みつるぎの画面の状態でみつるぎの意義あり、みつるぎがみつるぎに意義ありしてるみたいだな。情報なのどこからでも入ってくる。証人の頭の中に突然湧き出すことだって。あ、それは証拠じゃないんじゃないか。あるだろう。ないね。それは出任せというのでは。な、証拠じゃないな。かん、情報の出どころがはっきりしない限りこの尋問は無駄のようですな。おばちゃんがどこから情報を手に入れたか、それと立証できる証拠はないのか。え、これってさ、これじゃないの。でもなんかおばちゃんじゃなくてもみんな知ってる、この記事。あ、カメラ盗んだんだ。被害者のゴシップ記事がケースに入ってたってことはこれだ。これこれこれ、わかったわかった。なんてことのない噂話ですよね。でも放っておいちゃダメよ、依頼人の印象が悪くなるわ。特に矛盾した証言とは思えない。でも何かが引っかかるわ。確かに、そこを追求してみるか。ってことは、最後のホイ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 、ここで突きつけるじゃないのかな。一旦揺さぶってからここで証拠品を突きつける、やってみようか。はい、誰も知らない極秘情報、それをなぜ証人が知っていたか。なんだいその人を憐れむような目は。証人、お、あなたはこいつで情報知った、これかな。多分夏美のカメラ盗んだのあんたでしょって話だよね多分。これはだって何回ももう出てきてんもんな。くらえ、よし、合ってんな。やったな。おばちゃん盗っ人じゃねえか普通に。おばちゃん裁判にかけようぜ。待って、この調子だと万引きもするじゃんいつか。今回はまあ夏美のだから万引きとはいかないけど、万引きしそうじゃんこんなんだったら。自称ジャーナリストの大騒ぎ夏美さん。ああ、あのやんちゃな娘さんですか。彼女のメモが事件当夜紛失してるんです。紛失。そのメモには彼女のもう、あ、妄想って言おうとしたけど想像に言い換えたんだな、そういうことか。彼女のもう、想像が記されていました。被害者と神谷桐生の関係について。何妄想だって。いやいや、想像です。妄想って言おうとしたじゃん。じゃあこの髪切れ。ああ、なんだそれは。いや、それ意味あるかもしれない。ちょっとプリーズ、おばちゃんプリーズ、それ何の意味もなかったっていうのかい。ああ、そのメモ、あ、あやや、あや、あやや、あややかな。これはその違うんだよ。これおばちゃんの極秘のお買い物メモは極秘じゃなくていいと思うよおばちゃん。ではやはりあなたは夏美さんのメモを真に受けて。おばちゃん、伊沢ちゃんの大ファンだったんだ。あのもじゃもじゃ頭のハレンチな娘が大トロの陰謀やって。そりゃそりゃ嬉しそうにはしゃいでやがったからさ。ちょっと何書いてるのかチェックしてやったわけ。ああ、カメラは隠れるな。信じておくれよ、みっちゃん。みっちゃん、頑張れ、みっちゃん。うぐ。ちょっとした乙女のお茶目な出来心なんだよ。人様のものに手を出したの、この紙切れだけなんだよ。ってことはカメラは、その、茶色い。黄色くないわな、それは年齢的に。茶色い猫なで声はやめていただきたい。
まあ、メモの1枚くらいなら多めに見てあげましょうか。おばちゃん、かなり反省してるみたいだし。この辺でか、いや、さらに締め上げよう。ここは威勢よく行くんでしょ、なるほど。ここで突き上がらせてはダメだ。決定的なダメージを与えてやらないとな。ダン。証人、人のものを盗んだのはそのメモだけ。そう言いましたね。ぬぬぬ、盗んだだって？人の話何聞いてんのさ。この紙くず、捨てに行く手間は省いてやっただけでしょ。おばちゃん、あなたは嘘ついている。またそうやっておばちゃんの社会的信用もなくね。はい、セーブしました。証人、あなたが盗んだのはメモだけではない。え、カメラじゃない？これこのままでいいの？でもこれ以外思いつかないから行くよ。くらえ。あれ？右のマークが消えないよ。おかしいな。これは、ギター？中空っぽなんだよね。ギター盗んだ？そんなことする？おばちゃん、そのメモ、カメラのケースに入っていたはずです。ああ、よかった。合ってる。カメラ。昨日、夏美さんが大騒ぎしていま、大騒ぎだけに。大騒ぎ夏美だもんな。定価16万円のカメラが消えたと。まさか、商人。なんだい。ダン。メモがあるということは、当然、カメラも持っているはずです。バレちゃしょうがねえね。じゃねえんだよ。噛んじゃったよ。普通に吐け、そこは。あんたの探してるカメラ、これのことかい？悪びれろ。反省しろよ、おばちゃん。あ。何さ、こんな格好してるけど、おばちゃんだって人間なんだよ。ご飯も食べるし、声もするし、人のものであって、全然人のものに手出すなよ。手出すな、もう捕まれ。捕まれ、おばちゃん。いや、それは違うでしょ。なあ、裁判長。おばちゃん、あの女の名刺を見たわけよ。そしたら、いやらしい芸能カメラマンって書いてあるじゃないか。どんな写真を撮っているか分かったもんじゃないからね。プロの警備員として没収してやったんだよ。極秘、いや、ゆえそこは、没収しますってゆえ。盗みだからただの、それ。さあ、ざわつくわな、勘。法廷係官。本当に捕まるな、これ。法廷係官。すぐにそのカメラをチェックしなさい。大至急です。おばちゃんごと取り締まれば、これ。とりあえずカメラだけ。三剣検事、いかがでしたか？あ、一枚。おう、事件に関係ありそうな写真が一枚だけあった。提出してください。どんな写真？ん？ああ、ん？殿様んだね。これ下、殿様が部屋から出てきたところってこと？これは。これは殿様。言った通りだろ。おばちゃんが見たのそいつだよ。これで証人が嘘をついていないことがはっきりしました。ほう、控室の廊下で撮影された。はい。いかがですか、三剣検事。写真の人物が被告であるという証拠はない。しかし大殿氏は調書ではっきりと証言している。ダン、事件が起こるまで着ぐるみは脱がなかったと。そんぬー、大トロ何言ってくれちゃってるんだ。それならばやはりこのお殿様はちっちっち被告人ということになる。あー、でも何かしらあるはずだよね。これが出てきたということは、どうやらこれで証拠は完全に揃ったものと考えます。いかがですか、弁護人。最後にあなたの意見を聞きます。この写真を決定的な証拠と認めますが、よろしいですかな。いや、異議あり。あの写真が本物ならもう逃げ道がない。でも下手に異議を申し立てれば、それはそれで命。間違えるわけにはいかない。答えはたった一つ。夏美さんが撮ったこの写真には特に異議ありって何？特に異議あり、どういうこと？ちょっと待って、誰の控え室これ？そもそも伊沢さんの控室もっとなんか花いっぱいなかった？あと熊のぬいぐるみとか。ただ画角的に映ってないだけなのか。とりあえず異議しとくか。とりあえず異議あり。はい。ダン、この写真には矛盾する点があります。そう来ると思ったぞ、弁護士。どういうことですか？この写真を認めてしまえばもう反論の余地はない。弁護側としては無理やりにでも否定せざるを得ない。その通りでございます、三剣さん。うん、特に
ここだっていう確証はないけど、とりあえず否定せざるを得ないから否定してます。無理やり。そうなのですか弁護人。いや、なるほど、違いますって言ったけ。ここはダン。とにかくよく言った。なるほど、もう一度写真を見てみましょう。あなたの立証が無理やりでないとすれば、反証のチャンスは1回で十分でしょうな。それは間違えるわけにいかない。決定的だ。夏美さんの撮った写真はいつだってそうだ。決定的にピントがずれている。今回だってきっと。うん、では足目していただきましょう。ですね、あ、クマのぬいぐるみ下にあるな。では全部いるじゃん。ちょっと待ってびっくりした。右、全部マジか。裾が長さが合ってないとかそういうこと。自分的にはこれ控え室がさ、違う人のなんじゃないかなみたいなのも思ったんだけど、妙にここたるんでるのも気になるんだよね。この裾がめっちゃ長さ余ってるっていうのが。ずっと同じ人がさ中身勤めてるんだったら、その人に合ったサイズのものにするはずだから。しかも盾もやるわけじゃん。あの盾って、あの戦うって意味のね、盾もするわけじゃない。その殿様の劇中に盾をする中でこんなに裾余ってたら動きづらいだろうし、もっと裾が上がってなきゃおかしいはずだよねって考えると、ここが行くか。とりあえず食らえ。お、合ってんじゃないか。これは注目すべきはここしかありません。なんですか。そんな足元など。足元を見ればはっきりわかることがあります。それは一体。この写真の殿様は大トロ慎吾ではありえないよ。はい、当たってた。なんですって。だよな、ありえないよな。ダン、その根拠を聞かせてもらおうか。さっき話したさっき話しました。ちょっと、じゃあ、みつるぎ、夢咲の、今日投稿するから、今日投稿した実況見てみ、言ってるから、殿様のポスターを見ていただきましょう。はい、まあそうだね。やっぱそうだよね。そんな余らないよな。袴の裾に注目してください。タビが見えていますね。はい、その通り。しかし、写真の殿様は、明らかに袴を引きずって歩いています。うん。こんな状態じゃ演技できないよね。ダン、この矛盾が示す答えは一つ。この殿様には被告より背が低い人物が入っていたのです。これ限られてくるよね、犯人。残念ちゃん。よし、今度こそそれを言うと御剣がチッチッチか意義ありかのどっちかしてくるんだって。それか呆れ笑い。今度こそひっくり返してやったぞ。気になるわね。え、おとなしかったです。3択出したのに全部外れました。おとなしかったです。普通に今日の御剣剣士嫌におとなしいわ。てか全体通してそうだよね。全然意義ありしてこないよね。そういえば彼は今流れに身を任せているわ。流れに身を。それってどういうことですか。ダメージを受けていない。そう考えるべきね。ああ、ほんほんほん、確かにダメージを受けていないかん。御剣剣士、一体これはどういうことですか。うん、この写真の人物が大トロ慎吾でないとしたら、検察側の主張は完全に意味を失ってしまいます。まあでもそれでも良きとしてるんでしょ、御剣は。それがそれで真実ならば、うん、受け入れるんじゃない。やはりやはりときたか。やはりこうなったか。なんだと。なるほど、一つ聞きたいことがある。どうやらこの写真の人物は大トロ慎吾ではないようだ。とすれば一体これ神は奇妙じゃねって話を御剣側も若干思ってるからこそ投げかけてきてるんじゃない。こっちに多分神は奇妙だと思うんだよ。その真犯人かどうか置いとくとして、今のところ一番怪しいとか高いのは神は奇妙さんで、うん、それをなるほどが言うこともなんとなく分かってこれ言ってないか。御剣一体誰なのか。うん、この殿様の中に入っている人物は、考えるまでもないわ。簡単なこと。気になるのはやはりあの検事さんの態度ね。なぜあそこまで落ち着いていられるのか。減るね。弁護人、あなたの考えを聞きましょう。ちょっと待って。分かってるけど、性暴させてって言おうとしたけど、
あ、でもこの方だよね、この方しかいないよね。もうセーブできないんじゃいっちゃうしかないか。くらえ。あ、やってました。よかったよかった。神谷キリオ。殿様が誰であるか、その可能性が最も高い人物。あ、そうそうそう、その言い方いいぞいいぞ。どこ目線で言ってるのか分かんないけど、あくまで、真犯人って決まったわけじゃないから、今のところ一番可能性が高いのはこの人だよっていう、とりあえずの提示ね。うん。一体どんな可能性があるというのか。まず彼女は背が小さい。そして大トロさんの控室に自由に出入りできた。さらに彼女は大トロさんと食事をとっています。それがどうかしましたか？あのナイフのことだよな。彼女なら簡単に手に入れることができたわけです。うん、そういうことだな。大トロさんの指紋がついたナイフをね。凶器のナイフ。何が言いたい、弁護人？分かってんだろう、蜜剣この謎の蜜剣の何、この分かってるんだろうけど、あえて弁護人にこっちに言わせるんだ。これは優しさか、試してんのか、どちら？今しかない。これが最後。逆転のチャンスだ。ダン。弁護側は、おー、告発した！神谷キリオを告発します。彼女は、被告人に殺人の罪を着せようとしたのです。言ったね。で、これを、わざと蜜剣はなるほどに言わせたんかな。静粛に、静粛に、静粛に。だってあの態度からしたら自分からも言えるぐらいには分かってたよね。審理はまたしても予想外の展開を見せました。蜜剣検事。おう、落ち着いてるね。すごく予想外じゃなかったんだろうな、蜜剣からしたら。なんだろうか。本法廷は神谷キリオさんの召喚を要求します。いつも思うんだけど、召喚で合ってるのこれ。彼女の証言を聞かない限り判決を下すことはできません。うん、よし、これで。ん、どういうこと？ちょっとまずい感じね。あ、わかった。神谷キリオさんを呼ぶのに、一日、明日また続きやりましょうみたいな感じで裁判長が言っちゃった場合、殺し屋の依頼というか、殺し屋の要求にそぐえないわけだ。殺し屋はあくまで、今日、一日で、無罪判決を勝ち取れ、じゃないと迷いちゃんの命が、っていう風に言ってるのに、この時点で判決を下せないとなると、迷いちゃんが危ない。え？うん。これから神谷キリオを証人として喚問するのなら、そうだよな、そういうことだよな。手配や手続きで1日はかかってしまうわ。1日かかる。わかったか、なるほど。思い出したか。思い出してて忘れてたみたいな言い方になっちゃうね。まあ、この時点ですぐ会って出てきてるから忘れてないでしょ。あ、そうなんだよ、迷いちゃんなんだよな。今日中に判決をもぎ取らないと。迷いちゃんが。え、どうするこれ。では神谷キリオの証言は明日の審理で聞くことに。これどうすればいいの？この場合ってだって異議申し立てて、今から何が何でも神谷キリオを連れてこいっていうの？言うしかないよね。とりあえず異議は申し立てます。異議あり。かん。それではこれで、よしよく言った。ダン。審理を続けてください。今日中に、決着を。裁判長。ちょっと一回だけ裏来てもらっていい？あ、なるほど。千尋さん、蜜剣、おばちゃん、そのままそこにいていいよ。ちょっと殺し屋が見てる可能性あるから。天の声的な立ち位置にいる夢詐欺だったら、殺し屋に気づかれずに何とかできるかもしれないから、一旦裁判長だけちょっと裏来てくんないかな。迷いちゃんの命がかかってるんですよね、これ。迷いちゃんが殺されてしまうかもしれないので、ちょっと何が何でも今日中にやりたいんですよ。それはできません。神谷キリオさんが、これ、蜜剣も用意してくれてんじゃね？ほら、この表情。分かってんな、蜜剣っていうか、もう、迷いちゃんのことを分かってないというか、知らないよね、そのことは。そのこと知ってる？蜜剣。知ってたとしても、知らないとしても、蜜剣めちゃくちゃこっちの味方じゃん。時間を無駄にするのは趣味ではない。蜜剣？お？神谷キリオの準備はもうできてる？うははは。やっぱ、蜜剣お前主人公だな。もう腹立ってくるほどにかっこいいな、こいつ。あれじゃん、勝利の女神はどちらに微笑むかみたいな逆転裁判で何回か出てきたけどさ。お前勝利の女神じゃん。女神ではないか。神？なんだ、勝利の神って。
お前が導いてくれるじゃん、勝利に。なんだよ、ミツルギ。ありがてえ。裁判長、審理を続けるようお願いしたい。しかし、こうして法廷が予想外の展開を見せた以上は。やれやれ。予想が、やっぱ予想内なんだよな、ミツルギからしたら。予想内、ミツルギからしたら予想内なんだろうなっていう予想ができてたよ、こっちは。何に張り合ってんだ。何でもない、すいません。予想外の展開。この私も随分甘く見られたものだ。どういうことですか？なるほど、龍一が苦し紛れに神や霧を告発する。まさに私のシナリオ通りだ。20分遅れたんだ。なるほど、頑張れ頑張れ。いや、頑張ったな、なるほど。もてか、お前ここまでシナリオ通りなんかい。ってことは神や霧を告発されるっていうの分かった状態で、だけどなるほどが言うまで待ってたんだ。待ってたっていうか、ちゃんと流れ大事にしてたんだ。これ、ミツルギ好感度爆上がりだな。元から高いんだけど。元からミツルギの好感度高いんだけど、これ好感度上がるしかないじゃん。20分ほど遅れたが。なんだって。すごい、リアクションが、絵に描いたようなリアクションするね。カンカンカン。ミツルギ検事、今の発言はどういう。神はキリオならば、今、検察側の控え室にいる。うん。次の証人として。すべて、奴の計算通りだったのか。あのミツルギ検事が、神やキリオを見落とすはずがない。どうやら、戦いは終わらないようね。その通り。てか、みんな千尋さんの声聞こえんだね。千尋さん、そんなでかい声で喋ってんの、ずっと。それともみんな地獄耳なの。わかりました。次の証人として神谷キリオを入廷させましょう。ただし、その前に10分間の休憩を取りたいと思います。三剣検事、準備の方をよろしくお願いいたします。うん。返事。いや、今までめちゃくちゃかっこよかったのに、急にスンってするじゃん。返事はしようよ。ではこれより10分間の休憩に入ります。カン、これで続くか。続くだね。はい、ちょっと収録時間確認しよう。ちょっと待って。でも意外といい具合の時間なんで、今日はここまでにしたいと思います。いや、もう後半、ミツルギがただただかっこいいだけで終わったじゃん。なんだよ。いいんだけどね。いやー、ずるいな。ミツルギレイジずるいな、あいつは。すげえ野獣馬みたいな言い方しちゃったよ。いや、なるほどもかっこよかったぞ。なるほどもかっこよかったんだけど、全部ミツルギのシナリオ通りだったからな。ミツルギの手のひらの上だったんだよな。まあでも、なるほど、頑張ったぞ。あとやっぱ千尋さんいると安心するよな。3月22日午後2時14分、地方裁判所被告人第3控室。はい、じゃあ大トロが何とも言えない顔で驚いてるところ終わりにしましょう。セーバーさっきのでいいからタイトルに。はい、では第4話、さらば逆転の、初めての裁判の、前編の裁判、法廷パート、以上になりましたが、ね、これから10分間の休憩を挟んでの次後半の裁判になって、神谷キリオさんを尋問するという形になるんだけど、これででもいけるかって話だよな。でもいけないと、っていうか、その無罪判決をね、取れないと、まよいちゃんの命が危ないので、まあ、そこは無罪判決取れるように変わらず頑張っていこうと思うんですが、まあ、状況としては苦しい状況なのは変わらないけど、ミツルギがね、ミツルギは大体結構なんだかんだこっちの味方してくれるんだけどさ、いつも。本当の最初の最初だけだよね、悪役っぽかったの。うん、それ以降ずっとなんだかんだこっちの味方のようなもんだから、安心感はもともとあったんだけど、それを超えてきたね、今回。味方よりとかじゃなくて、一番いいフォローをしてくれたというか、ナイスパスでしかなかったよね。神谷キリオもう準備してあるって、もう。いやー、ありがとな、ミツルギ。すごい渋い顔してるけど、今。はい、ということで、まあ、次回もなんだかんだミツルギの手助けも借りながら、うまいことを進められたらなって思うので、なるほどと千尋さんと姫崎で、3人で頑張っていくのもそうなんですが、ちょっとミツルギの手助けも、借りながら、頑張っていこうと思います。で、神谷キリオさんが、今のところ一番怪しいのは確かなんだけど、グレーなところなんだよな、自分の中では。あの人の本心っていうかね、本性を見た感じだと、ちょっと気が弱いというか、うん、
そんなところがあったから、まだ完全に黒、完全にこいつ真犯人みたいな感じには自分は、思えないから、だからそこら辺も考えつつ、ちゃんと推理っていうか、誰が真犯人かっていうのは、考えつつやっていこうと思います。ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントなんかしていただけたら幸いです。チャンネル登録者様500人目指して毎日投稿頑張っておりますので、よかったら応援や拡散なんかしていただけたらとても嬉しいです。ちなみにチャンネル登録者様500人行きましたら、ライブ 2D 体に進化して、動きや表情なんかも込みで、より一層皆様に楽しんでいただける動画が作れるように頑張ろうと思っていますので、よかったらお力添えいただける方や、早く見たいよという方は、チャンネル登録ポチッと押していただけたらとても嬉しいです。途中くしゃみ2連発したのと鼻かんだのがあって、ちょっと途中からすごいどんどん鼻声が加速してったかもしれないんですが、今もすごい鼻声だけど、まあね、ちょっと寒くなってくると鼻声がますます鼻声になるかもしれないんですが、ちょっとお聞き苦しかったらすいません、ご了承くださいませ。ということで皆さんも風邪とか、まあ鼻炎とか気をつけて過ごしましょう。ではまた次の実況でお会いしましょう。夢咲みむでした。バイバイ。